こんにちは、小林圭です。 YouTube 持ってきました。今日は、チャンピオンと大原ひろとと言います。どうですか、聞いて。最高です。優勝しちゃいました。いやー、ちなみに俺はひろとと1回試合とビキニビーチだって。何言ってるよそれ。ちなみにその人結構暑い人だった。俺とひろとと村上ひろとと誰だもん。いや、あと外人だったけど、確か。うん、でもケイとシュンが勝ったよね。そう、あれ、ちなみにヒロとシュンとパドリングしてインターフェンスくると、そうだね、あれワンチャン多分インターフェンスだったけど勝ってなかったので、はい、まあ、でも一応勝ったから、はい、俺はワンで、はい、今日も負けたっすね、俺にね。まあ、一緒に上がったけどね、ラウンドアップしたけど俺が1位だったもんね。で、2位だったよね。そうですね、俺の勝ちだよね。まあ、ね、とりあえず1位っていうことだ、ね、うん、そうだね。まあ、受けて知らんし、はい、まあ、知らんも出るでしょ。いや、シダ出れたら出る。バリに出たら多分出れるかもしれないから、そしたらシダ出る。まあ、ワンチャンもうシダは京都大原だから、そうだ、ね、まあ、それは出れると思うので、まあ、今回、試合は、久しぶりの S リーグで、まあ、2人で、久しぶりに一緒の大会出たということで、自分的にはどういう感じだったの？K と一緒に出て、いや、じゃあ S リーグに出て、あ、でも初めて S リーグ出て、 JPSA から S リーグに変わって、なんかこうテントの感じとかさ、この何放送とかさ、すごいなんかプロフェッショナルっぽくなったなって、ぽくなったなって言ったらおかしいけど、なんか前よりもすごい変わったなって思ったし、なんかこう盛り上がってるのは、前回の俺がそれこそ優勝した茨城最後に出た時はこんな盛り上がってなかったかなって思った。なんかもっと盛り上がってる試合になってるなって。ちなみに今回優勝して一番賞金と言って JPSMISD でということで、はい、今回と100万ですよ。はい、ありがとうございます。嬉しいです。嬉しいです。自分も100万取ったじゃん。はい、そうですね、はい、一応優勝して、うん、まあ、でも本当に今回ヒロトとラウンド5に当たって、まあ、とりあえずラウンド5だとあればもう本当にスコーターセミは絶対確実に当たらないということで、まあ、そこで当たったのも楽しくて、波数が結構来なかった。まあ、でも、ヒロトは7点とかなくて、まあ、やっぱりチャレンジャーシリーズの US オープンで優勝してる、そういうレベルのサークルで、まあ、今回本当にヒロトも出てきて、レオ・イナバも2番になって、今回ケイジのみんなも出て、ほとんど今回ケイジのに勝ったじゃん。そう、今日2-0ですね。たぶん2-1かな。今年は2-0だね。2-0だね。うまいぞ。あそこ、嬉しかった。今回だって最後の最後で逆転して、もうだって上がってきた時に逆転してイエーイだったじゃん、今回。いや、あれちなみにさ、自分でさ逆転してめちゃくちゃ嬉しかったんですけど、あの気分はさ、ヒロトもあると思うし、なんか逆転自分でもしたっていう時もない時も多くて、やっと自分の方に来たっていう今回思って、まあ、あそこが本当にさ、プロサーファーのあのここでダウンするか、ここでアップするか、本当にヒロトも分かってると思うんですけども、あれはどう思う？自分は。いや、もうさ、終わってもう試合もヒートも終わって、もう自分何もできないじゃん、乗れないから。でもあとジャッジがもうつけるかつけないかじゃん。もうね、出たらもうさ、それが自分がさ、そのライディングで逆転してなかったかもって思っても、わーしって思うけど、逆に絶対逆転してただろうと思って、あの出てなかったのがもう本当になんか普通に試合負けるより悔しい。マジでなんかもう本当にあのこうピューンって上がってったのをもうブチッておられて、なんかこう砂浜に突き刺さるみたいな感じの気持ちになるから、まあだからあれはね、今日はねもうビューンビューンって今日はね手は行ったからよかったよね。いや、あれはまあ自分では本当にポジティブだったの、まあセミファイナルでちょっとレアに負けちゃったんですけど、まああれは自分のまあ日本4点出してて、まあ、まあまあ自分のサーフィンも今回できて、本当に波もデイ1、デイ2、本当クランピングで、ね、まあファイナルデイは本当に小さかったんですけど、まあそれはプロサーファーの、まあそれがまあデイ3、ファイナルデイは本当に小さかったんですけど、本当にデイ1、デイ2は本当にあんなに波上がると思わなくて、ね、バレルセッションも結構できて、らしいね、やばかったんですよ。
ャックスと一緒にサーフィンしたんですよ。さっきね、嫌われるの。で聞いたらシーファールとか。一瞬ちょっとビビったですね。ワンチャン、ソロセッションで、それも次、ネクストウィークに伸ばそうと思うんですけど。いや、もう久しぶりにヒロトと回って、試合もできて、家族もヒロトも、これからも本当にエマちゃんと、アレちゃんと、本当にこれからも、家族で勝っていって、本当になんか、ヒロトは小さい時から知ってて、本当、なんか、俺がヤバいガキの時ぐらいから知ってるから、まあ、もうヤバいガキの時ね、知ってた、ね。今見てどうすか？やばいよ。もう本当にね、あの言葉じゃやっぱ伝えきれないから、あのなんかあの時の動画とかたくさん撮って、今のこの特に K の YouTube 見てる人に、あの K の YouTube に載せて見せたんだよ。本当になんか今こうやって SNS 見てる人とかだってさ、トレーニング毎日やって、だってアイスバスやったりサーフィンも毎日やったりとかして、めっちゃこうサーフィンに対してさ超ストイックに、もうこの自分の目標に向かってもうめっちゃ頑張ってる。あの時も絶対目標はあったじゃん、こう勝ち試合勝ちたいとか、こうなりたいとか、例えばエアリバス決めたいとか、でももう1ミリも向かってなかった。もう前リスペクトが分かんなかった。自分がもう本当に、まあ世界が自分でブイヤーって回ってた、回ってた、 100% 150% 世界回ってたと思ってたんですけど、あの時から今に比べたら、人間ってこんなに変われるんだなって。だってちょっとはさ、やっぱそれはさ環境が変わったりしたら変われるかもしれないけど、こんなにもうだって2人みたいな感じだ。あの時の K1 人、今の K1 人ってぐらい違う人間だから、あ、なんか本当にこう意識とかその気持ちとかはモチベーションとかでそんなに変えられるんだなっていうのも俺も感じてるから、それも伝える。そのぐらいヤバかったですっていう。あ、そうです。本当に俺は自分が 10歳から18、19歳、20歳、20歳までは結構こいつヤバいんじゃないかっていうぐらいのレベルだったので、それはもうヒロトは本当にレベルだったね。NSC とかその時も回ってて、アメリカでね。いや本当にそこから本当に自分が本当に、まあ自分に褒めることじゃないんですけど、本当にちょっと自分がこんなに変われるっていうことはやっぱり誰だって変えれるなっていう。本当にもう本当に誰でも絶対変えれる。本当に、ワンちゃんだから、本当に変われる絶対。いや本当に、自分でもなんか本当に変われるっていうことが、やっぱり自分で今も世界回ってて、自分でも回ってる時もあるし、やっぱりそのリスペクトがやっぱり自分だけじゃ、自分に通して、まあ、周りにもリスペクトをちゃんとしないとダメっていうか、世界は自分では回ってないよっていうのを、まあ、周りをちゃんと含めてうまくちゃんとみんなでリスペクトして、やっぱりそれが今に人生にやっぱり、まあ、コロナで結構自分の将来的に、まあ、サーフィン以外にの目標はやっぱり自分ではもうちょっと大人にならないとダメだな。やっぱり今は本当に人のこともリスペクトして、やっぱりまあ自分がそういうリスペクト戻ってくるようにも頑張ってるし、まあ、本当に今回ヒロトとが、出れて、今回ヒロトが出ちゃったんですけど、最後ファイナルでやばいサーフィンをしてくれてありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。もうあの俺はあの最初の方のヒートのね、あの K のやっぱエアー見て、やっぱりこれぐらいやっぱメイクしたり、あのチャレンジして成功させてスコアを出して、でやなんか K のあれいうのを見て、あ、海外の人だったら多分こうやってやってるんだろうなっていう風に、やっぱ日本人って言ったらほぼ誰もやってなかったから、昨日は特にね。だからなんかあの海外の人だったらこういうアプローチしてたんだなっていうのを気づかされながら自分も試合できたから、なんかそういう意味ではあの試合を通して K からも刺激をもらえたから、あのすごい良かったし、久しぶりにね、一緒の大会出てよかった、楽しかったです、本当に。ヒロトはもうチャレンジャーシリーズ、本当に今年本当に CT が欲しかったんですということで、まあ、2025年は目標とかは本当に試合で今日は言える目標は。いや、まあそれはもちろんあの CT にクオリファイするっていうのが、まあ、一番の目標だし、
家族みんなで今それをこう頑張って自分一人で頑張ってるっていうよりは家族も一緒になって応援してくれて頑張ってるから、まあ、そういう意味ではもうね1年を通してやってくれてるから俺もその結果で恩返ししたいし、やっぱり、まあ、自分今だけの人生じゃないから、まあ、家族と一緒に、まあ、この先ね、まあ、来年も再来年も、まあ、仲良くずっとこう健康でね行ってなお自分のサービスもできたら最高だなって。でも家族はやっぱりそのサポートしてくれて本当に最高ですよ。いや最高だよ。やっぱり自分一人でさこうやってできないじゃん。違う、本当に自分で頑張れるのって限度があるから、そこからこう上にバーンっていくにはやっぱり家族とか自分の大切な人がさサポートしてくれると自分もよりこういけないところまでいけるようになるっていうか、だからなんかそれを俺はよこうね毎日毎日感じてる。違いないですね。やっぱりチームは愛はないから、本当にその周りも、まあ、自分の試合以外にやっぱりサポートすることっていうので、最近結構日本人もとみんな負けた練習はやっぱりみんなのサポートですよ、ね、それが結構これから、まあ、将来的には試合以外のことにもみんなも伴ってきたら、うん、まあ、アメリカから来て見てて、そのなんか今回本当に宇宙人も来てて、いよいよ答えてサービンのサービンのところですよね。前ちなみに撮ったよね、マンマン撮ってた試合のね、あれ俺勝ったよ。勝ったかった、うん、あれフーワークス塗んなかったからね、足にね、うん、板には塗ったんだけど足に塗んなかったからそれで負けたの。ちなみにフーワークス足にとかつけてる、水が冷たい時とかはつける、特に。あとはなんか砂浜がなんか砂が変で海入った時に足の裏がニュメニュメする時はつける。ちなみにフーワークスベストですか。いや絶対世界で。それは西井さんに送ってもらわないと、ね、本当に、本当にマジでこのマジで西井さん見てたらね、あの大原広川君にね全州でね送ってほしいです。もうね、いや俺が言います。もう本当毎日毎日じゃないけど毎回なくなったら紫スポーツとか言ってちょっと安くしてもらえるから、それで村ね、あのフーワックスどこかって、うわー、でもこれが一番調子いいし、これないと勝てないからこんぐらいは払うわって思いながら買ってるから、西井さんぜひお願いします。ちょっと後で思いますね、西井さんにもね。フーワックスはまあやっぱりオリンピック選手もいて、チャレンジャーシリーズ、エスリーとかに出場した記録は本当にそのワックスも使ってるし、そのぐらいのレベルのワックスなので、ぜひ今回 YouTube 見てる方、初めてだったらフーワックス、まあ、ちょっと高い方なんですけど、その1000円、本当にその1000円はこのワックスがやばいぐらい、ほとんどのサーファー、ワールドツアー選手も、フーワークス使ってるので、ぜひ見てみてください。フーワークス使ってるんです。ということで、今回、YouTube はあるんですけども、奥さんに頑張って撮ってもらって、足、手も多分疲れてると思うんですけど。多分超疲れてると思う。ちなみに俺、コックさんと、キュートもやってて、俺に超なの。卓球やってんだ。やばいね。でも、奥さん、前勝ったもんね。勝った勝ったとか言って勝った声入ったの今日勝っただけだから、まあ、本当に今回は、めちゃくちゃ楽しい、3日間だったので、まあ、大原ひろこと、家族のみんなにひろこのお母さんとかお父さんにも会えて、お姉ちゃんも会えればと思って、今回は YouTube こんな感じで終わるんですけども、みんな本当に最後まで見てくれた方はありがとうございます。この動画が興味あったらライクしてチャンネル登録、Instagram フォローとコメントもよろしくお願いします。じゃあ次の動画を見てます。じゃあねー。